ね。これは私たちの人生の中に必要なものなんですよね。恵みの雨が降ることによって、この上空空がきれいに浄化される、そして潤される、そして実りをもたらせる。横浜のあなたに、イエスキリストはあなたを愛してます。私もあなたを愛してます。ハローエブリワン、マイネームイズライフランド、ビリーブインジーザス、ジーザスラブスユー、エンドソードワイ。キリストはあなたを愛しています。イエス愛に、イエスに関してのサラマキだ、バハルカにジーザス。イエスキリストはあなたを愛しています。今日あなたへのメッセージがあります。神があなたを愛しています、そう語るんですね。皆さん、人生の中で神があなたを愛してるって知ってましたか？愛されてるって知ってましたか？皆さん、それを知らない人は、周りの人は喜ぶ、いや素敵な恋人がいる、また素敵な家族がいる、そういう人は愛を受けられますよね。でも天涯孤独な人っているんですよ。孤児院で育って、親から捨てられ、そして負の連鎖、なかなかね、そういう人は恋人も作れない、友達もできない。イエス・キリストの愛を、私はその孤児院で育ったお友達に伝えました。そしたらね、カンちゃん、理屈としては分かるんだけどね、僕の心でその愛が分かんないんだよね、心が冷たいんだ。確かにそうですよね。温かいファミリー、家族の中でその温かさを感じる。でも皆さん、信じたら分かるって言うんですよ。皆さん、イエス・キリストの愛があったかいものです。この世界にいつまでも残るものは力と権力と核爆弾と、まあ、なんとなく今の世界ではね、あのプーチン大統領、権力がある、力がある、そして核爆弾を持ってる、絶対的な感じがしますよ。続かないって言うんですよ。いつまでも残るものは信仰と希望と愛の、フェイス、ホープ、ラブ。で、この中で最も偉大なものは何か、それは愛ですよって言うんですよ。愛、皆さん、この中で最も大いなるものが愛、それは何でしょうか。人が求めているものです。それは変わらない愛。あなたが誰であっても、あなたにどんな過去があっても、変わらずあなたを理解し、あなたと共にいてくれる。皆さん、そういう愛があると人は安定しますよね。いや、ビクビクしちゃいますよね。もし自分の正体が分かったら、捨てるんじゃないか、捨てられるんじゃないか、まあ、私は毎月刑務所に行って慰問に行きます。まあ、そうすると、ね、その非収容者、受刑者たちは何を考えているか、まあ、この人たちはね、死刑囚じゃないんでね、やがてこの刑務所から出てくる。で、その時にね、自分が前科者だって分かったらね、どういうふうに人が見るんだろうか、心配だって言うんですよね。人の目が気になる、まあ、確かにそうですよね。まあ、例えばね、私もね、私は人を殺してきました、そういう人にね、で、刑務所から出てきたんですよ。まあ、20年勤めてるんですけどね、いや、やっぱりちょっと距離を置きたいな。で、なんでかっていうとね、一度やった人は二度やる、二度やった人は三度やるんじゃないか。で、皆さん、イエス・キリストと出会ったらね、変わるんですよ、人は変わる。もしあなたがイエス・キリストというそのお方に出会ったら、今日例えば自殺をしたい人がいたとしたら、もう死ぬ必要はない。つい先日、芸能人の方々で自殺をしたっていう方がいらっしゃいますよね。もうテレビで、ラジオで、新聞で報じられて、ご存知だと思います。なんて人は自分の命を自分で終わらせてしまうのか。それが自分の人生がもう生きていく気力がなくなってしまうんですね。いや、もうね、終わりにしたい、ずーっとこのまんま生きていくのは辛い。皆さん、生きる苦しみってあるんですよ。生きる苦しみ、あの人生宿泊って言いますけどね、
生老病死、生きる苦しみ、老いる苦しみ、そして病気の苦しみ、死ぬ苦しみ、この4つだけでも辛いですよね。でその中でね、生きるっていうのは私たちにとって猛烈にある人にとっては辛いんです。ある高校生がもう一流の進学校に行ったんですよね。もうこのまま東大行けるんじゃないか、もうそれぐらいね一番でした。ところがこの人が自殺してしまった。なぜ一番だけれどいつ二番になるかわからない、それが怖いんだ。皆さん人ってねそういうもんじゃないでしょうか。人からどう見られる、一番であれ一番であれ、そして一番になったけどねいつ二番になるかわからない、まあ、そういう人もいればね、いや俺なんてねこの間0点取ったよって言ってね、いやそんなことない、僕はねきっとまあまあの点を取っておられると思いますけど。